どうしてもモルガナと話し合う必要が。彼女のところに行くには生身の体が邪魔になる。だとしても行かなくても、私たちはアウラのために。彼がザ・ワールドを初めてプレイした日、彼の友人オルカはスケイスのデータドレインにより意識不明に陥った。ザ・ワールドはただのネットゲームじゃない。別の目的を持った何かがうごめいている。少女アウラに渡されたインストールブック、黄昏の書。それは腕輪に姿を変え、モンスターデータを改ざんするデータドレイン。プロテクトエリアへの侵入を可能にするゲートハッキングという2つのスキルを彼にもたらした。それはオルカを意識不明にした力と同じものだった。僕はオルカを助けたい。彼とそのパーティーは腕輪の力によってスケイスを撃破するが、そしてあれが僕たちの戦いの本当の始まりだった。
絶望の虚無エリアに行って何が起こったのか確かめんのよ。このまんまじゃ気持ち悪いでしょ。